カーペット買ったよ。うん、どうですか。静かだね、だいぶね。はいはい、やめてやめて。まあ、この子たちね、家の中で駆け回るんで、まあ、こんな感じで脳を敷いて足腰の怪我の防止に努めたいなと思います。まあ、これが良かったらあれだな、今の方もこれ買ってみてっていう感じになるかな。アンモニア臭、おしっこの匂いとかにも強いみたいな感じが売り文句だったんで、これにしてみました。まあ、撥水がね、どの程度なのかっていうところはやってみないと分かんないんで、ちょっとやってみましょうか。はい、じゃあちょっと水持ってきたんで、撥水のテストをやってみたいと思います。どんなもんかな。ちょっとやめてよ。おお。あ、いや、もう全然染み込んでない。すごいな、想像以上に撥水する。これね、拭いた後もね、ほとんど濡れてない。すごっ。こんなことになるの。匂いがどうなんだろうね。その辺はさすがにやってみないとわかんないですけど。いいね、はい、いいね、いいね、いいね、はい、どうぞどうぞ、よし。いいね、なんか走りやすさを感じる。なんかスムーズだよね。こう小回りがすごい効く。すごい。ほい。おお、いいんじゃない。いいね、いいね、いいね。ミルク、よし。なんで急に北斗先生に強くなってた。